はい、入れていく。スーパーマンパンチ、スーパーマンパンチ入れてくんね。はい、やばい、これごめん、カッティングできるか、カッティングできるか、スタミナが切れる。はい、こんばんは、吉田でございます。皆さん久しぶりですね。そうですね、USC4 やっていきたいと思います。前回あれだよね、そうだよね、ちょっと待って、前回あれだよね、なんだっけ、ノックダウンの優秀賞を受賞した人と当たってね、やられかけたけどね、どうにかね勝ちに持ってきたところでね終わりましたね。で今回なんですけどね、いよいよですね、そうだね、トップ3のランカートップ3の人とね当たるようになってきて、フランクさんだね。うん、この人は今でも現役で活躍してる選手だったはずです。そんなね大物選手とね、戦うことになりました。で現在ランクがですね、ランク2になってます。でフランクさんがランク3なんで、おそらくこの人倒したらトップ1かチャンピオン、どちらかのね、挑戦権が得られるんじゃないかと思います。それでは早速組んでいきましょう。どうにかチャンピオンまではねなれそうだね、この選手の寿命を見てる限りだと。はい、それでは準備が整いました。相手はですね、総合値4でレスラーですね、スタイルは。なので寝かしに注意しつつって感じですかね。まあ見て分かった通り、本日もねイメチェンしてきてます。レスリングオールアメリカに選出、やばくない？レスリングめちゃくそ強いってことだよね。オールアメリカン、なんかすごい大会に出てるっぽい。この人イエーガーさん、まずいな。足潰していこう、足。足潰しつつ、そうだね、機動力奪ってタックルもあんまされないようにしていきたいですね。まあね、出身がレスラーってことなんだけど、大体ね、もうトップ5ぐらいになってくるとね、レスリング以外もね、すごいバランスいい感じだから、まあ打撃も注意していきたいですね。強烈なキック、危険な KO 能力、11試合連続勝利。そう、ね、吉田さん、蹴りが強くなったからね。育てて、育てて。まあでも、それもあるけど、パンチもね、しっかりしてますからね。オーディション。さあ向こうはどんな対応してくる、この煽りに。あ、シンプルですね。とりあえず寝かされないようにする、寝かされないように。何、どうした、どうした。いいよ、機動力を奪ってタックルのキレとかを落としていきたい。それが多分勝てる道じゃないですかね。基本的にリーチ差はそんななさそう。いった、いった、オッケー、噛んだ、ダウンダウンダウン、いいよいいよ、終わるんじゃない、終わるんじゃない、いいよ、足やった。はい、カット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 、いける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 、危ない危ない、キレよ、キレいいね、タックルのキレいいね、尋常じゃない。あ、ダメ、はいはい、よしよしよし、オーバーハンド、オーバーハンド入った。はい、入れていく。スーパーマンパンチ、スーパーマンパンチ入れてくんね。よし、脇腹にパーツ。はい、基本的にこのね前蹴り入るよね。命中精度がいいから好き、個人的には。おつけ、おつけ、はい、入れていく。はい、ちょっと逃げ腰だね、聞いてんのかな。こっちはスタンドをね特化してきてるからね。おし、ナイスナイス、はいはいはい、よし、カウンター、これは入ったやろ。はいはい、いいよ、今のはカウンター入ったね。あ、ダメ、危ない危ない、つく、あ、やばいよ、カット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 、カット、キレがちょっと悪くなってきてない？あ、やばい、持たれた。キレが悪くなってきてる印象。足やってるからね。キック力ありますから、吉田さん。キックの鬼吉田ですから。はいはい。
ね、下ばっかおろそかにしてると上に攻撃が来るよ。痛い、やばいやばい、カット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 、マジで寝かされたら終わる気がする。うっそ、あ、おー、ナイスナイス、よく立ったよく立ったよく立った吉田、褒めて使わすぞ。 OK、 カウンター、逃げるな。 OK、 いける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 、あ、勝った勝った勝った勝てるぞ。いや、これは離れる離れる。こっからね、今みたいにね、足かけられて倒された、たまったもんじゃないから、たまったもんじゃないから、レッグ死にかけですよ、レッグ死にかけ。あい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 、キックの鬼吉田だよ。うん、しっかりやってますよ。いや、あいつはもうキレのいいタックルは出せねえはず、あんだけ足を痛めたら。いやー、ハイキックね、カウンター一発食らったね、相手イエーガーさん。かわした方向からね、うん、蹴りが来たから多分通常の倍以上入ってんじゃない。強烈なタックル、タックルじゃない、キックで、かつね、キック力も四つ星ですから、うん、5段階中相当入ってるよ。 OK、 はいはい、紳士的だね。うん、結構自分が今劣勢っぽいんだけど、しっかりと手だけはね、合わせてくる。さすがランカー3位。うん、よっしょー、はい、いいよ。ダメ、よっしょ、はいはい、やばい、これごめん、カッティングできるか、カッティングできるか、スタミナが切れる、よかったよかった、ギリ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 、カッティングできた、あべ、危なかった危なかった、多分スタミナが尽きてたら今あれだっただろうね、カッティングできなかったでしょうね。オッケー。なかなかいい思い。おら、ああ、ダメ。捕まれた。ああ。おいしょ、来た。よいしょ。いいよ。連続大技決まった。はい。はい。いける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 。キックで終わらせるのもあれだけど。なんか芸がない感じになってるけど。はいはい、うん、ダメ、おいし、はいはいはい、いけるいけるいける、いける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 、離れる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 、かわす、うまい、見てる、うわー、すんげえボディ入ったんじゃない今。おお、え、嘘、キレ全然落ちてなくない、キレ全然落ちてないよね、見た今シャンだったよ、しょ、はいはいはい、あ、ダメ、あ、危ない、あ、寝かされた、やばいやばいやばい、オスケ、オスケ、お、切れない、早い、ダメだ、やっぱポジション転換がすごい早い、神がかってる速さ、でも無理無理無理、させないさせないさせない、嘘、そっち、させないさせないさせない、ハーフガードハーフガード、待って、どう、あ、やばい、ミスった、お、いけた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 、無理か、させない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 、アウガード、いや、あの、そうだね、いくら足やってもポジション転換に影響はなさそうですね。だから寝かされたら詰むわ、これ寝かされたら詰む、特に序盤で寝かされたらなんか起き上がれなさそう、相手のねポジション転換防御しない限り起きれなさそうだからやばいわ。ポジション転換のこのゲージの溜まり方もね、普通の人と違うね。
素早すぎ。さすが、トップ3位ですね。チャンピオンはこれ以上あると見てもいいでしょうね。はい。はいはいはい。カチン。おう。スタミナが切れそう。おしょ。はい。ああ、もう限界だね。もう限界。だが、江戸川さん。足、無理きてるよ。いや、寝かされない、寝かされない。うっそ。やばいやばいやばい。ハーフガード。オッケーオッケーオッケー。オッケー、取った、取った。立ち、立ち。ほら、もう付き合うわけねえやん。相手の得意分野に付き合うわけねえやん。はい。オッケー。はい。いていていて、ミスターミスターミスターダメ。うわー、めっちゃスタミナ使った。はい、届かん。いって、もう悪いけど、立て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 。よしだ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 。待て待て、嘘、立ち上がれんかった。マジか。この人に付き合ってる場合じゃねえぞ。うわーわー、やばいやばい。どう来る。させや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 。もう立て立て立て、よしだよしだ。終わらせろ終わらせろ。危ない。おいしょ。もう終われ終われ。とか立て立て。させない。カッティング、カッティングできねえ。やべえやろ。フルガード無理。うっそ。やばいやばい。負けたくないよ負けたくないよ。ここまで来て。うわうわうわ、展開早い。でもハーフフルガ、いいよ。立て、立たせてくれない。させないさせないさせない。立て立て。オッケー、いける。ふう。えぐいて、えぐいて、江戸川さん。オッケー。立て立て。いいて、このラウンドだが勝った。このラウンドは取ったぞ。あ、やめてやめてやめて。もう終わってるって、もう終わってるって、終わってるのに叩きつけないでよ。痛いよ。いや、勝った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 。いや、やーっべ、終盤からの寝かしが異常。粘りがすごかったね。いや、もう、なんていうのかな、3ラウンド目の中盤から、やばいから足狙っていくつもりだったんだけど、足を狙う前にね、もう寝かされちゃったね。いや、もう弱点つくしか、これ、KO 無理だって思ったけど。いや、勝った勝った。これは勝った勝った。やべ、恐ろしい敵だわ、江戸川さん。いや、もうそれは勝ちやろ、こっちが。バンバン寝かしまくってたから。あ、寝かすっていうか、ダウンさしてたからね。いやー、江戸がやばかった。8.1% かった、選手生命。まあ、だよね、こんだけ死闘を繰り広げた感じだから。勝てた勝てた。またテイクダウンの防御の、あれ上げとかないとダメだね。家川さんと戦うときは。あ、よかった。ね、カウンター取ってから立ち上がりに持っていけて。あれができてなかったら多分、負けてた可能性あるよね。キリが違う。もう本当に他の選手と。黒星を喫するにはあまりにも惜しい試合を見せた。ですが、無情にも判定で勝敗が決まる。そうね。いや、
おお、吠えてる吠えてる。吠えてる。吉田が吠えてる。あれ、こんなシーンあったっけ？吠えてるシーンなかった気がするんだけど。まあ、勝てた勝てた。うん。怖いよ、ナンバーワン。誰？ああ、コナー・マグレガー出たわ。コナー・マグレガー、今は泣き。ね、UFC4 が出て間もなかったからね。引退は。次誰？いよいよチャンピオンやろ。やっぱね、チャンピオンだ。うん。チャンピオンのね、アレクサンダーさんと戦うことが決定しました。タイトル戦です。これで勝てば、吉田チャンピオン。ついに、念願の。あ、ランク1位になってるわ。うん。まあ、総合しいよね。うん、タイトル戦には。はい。ということで、本日はここまでとしておきます。KO をね、持っていけそうだったんだけどね、終盤戦の粘りが、ちょっとやばかったです。タックルのキレ落ちるって思ったんだけどね、全然落ちてなかったね。あんだけ足やったけど。踏ん張りが効かなくなるからさ、なんかね、ちょっと通常よりか動きが遅くなるとはちょっと思ってたんだけど、意外と全然でした。それでは本日はここまでとさせていただきます。島津の UFC4 でした。またよければ見てやってください。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。